皆さんこんばんは、 MK です。マリオラビッツキングダムバトルダウンロードコンテンツドンキーコングアドベンチャーパート4やっていきましょう。今回も前回に引き続きストーリーモードを進めていきたいと思います。なんだか夕方になってきましたね。そろそろこのワールドも終わりということなんでしょうか。まだまだ収集アイテムとかもたくさんあると思いますので、その辺も集めながら進んでいきましょう。今回はどんなバトルが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。と言ってる間にピースを一つゲットしましたね。全部でパズルピースは20個あるみたいですので、しっかりそれも探しながら進んでいきましょうか。こっちはなんだ、あれ途中で通れなくなっちゃってますね。船があるけど、このボートもしかしてバグバナナを運ぶのに使われてる？どうなんだろう。っていうかバグバナナがどれくらいの量あるのかとかも全然わかんないしね。そしたらこっち側特に何もないみたいですので、先の方に進んでいきましょうか。そろそろバトルが来そうですけど、まだか。お、なんか調べられましたね。なんだ、あ、泳いでる。すっかりバカンス気分だ。遊んでないで何か役に立つもの作ってよ。まあまあまあそうですけど、休息も大事ですから。そしたら、お、ここにはバナナがくるくる回ってますね。こういうバナナはね、全部集めると房が出てくるという、まあこれはドンキーコングあるあるですよね。そこの辺もしっかり再現してくれてるみたいですが、え、こっち来ちゃっていいのかな。やるよ。じゃあこれ、まずはピンク、いや違うな、これを押して、はい、ん、あれ、あ、なんだ、じゃ違う、こう来て、え、こっち押せないな。どこかを盛り上げないといけないか、まず。あ、ここにもなんかあるな。これ押して、はい、黄色が上がった、黄色が上がって、え、黄色が上がったところでじゃない、黄色が上がって、これを利用、あー、なるほど、これを利用してここぶつける。で、待てよ、だからなんだ、これで戻すのか。戻して緑が上がる、ん、緑上がってないな、緑が下がったのか。こう来て、とりあえずこれでピンク下げるか。ピンクそこ下げて、これ押して、はい、黄色が上がる。で、これをこっちにぶつけとくのか。最終的に赤を押すのが正解。はい、赤を押した。で、ここぶつける。で、ん、待て、結局 MK さんはここを通りたいんですよ、最終的に。ということは緑をどうにかして、分かった、こうしてこれを奥にやる。で、こいつを、あれミスった、いや、ミスってない。こう来て、で、赤をそこに置いとくことによって、緑が押せると、OK、来たよ。出た。青を押したいんですよね、次は。ピンクを下げたいから、これをこう押すでしょ。そして、こいつをこう。これでいったんじゃない？OK、来たいや、ちょっと難かったよ、今のも。はい、土管を通って宝箱、中からは音楽ディスクか、バナナバトルミュージックを発見しました。これだけ？え？できればルーンでしたっけ、スキルツリーのやつをもらいたかったんですけども、まあしょうがないとして、そしたら待って、右側にもなんかあるな。正規ルートがまっすぐだと思うので、先にこっちも巡っておきましょうか。お、調べられる。はい、もう何やってんの。もうちょっとおしゃれな感じのリズムをお願いします。いや、別にあれは音楽を奏でてるってわけじゃないんじゃないただただ遊んでいるだけにも見えますが、はい、房バナナをゲットして、上からはパズルピースありがとう。なんかさ、パズルピースに模様ついてるよね。最終的には何かしらの絵になるとか、そういう話。え、待て、来ちゃっていいのかな、こっちまで。行っちゃうよ。なんか正規ルートじゃない方がめちゃくちゃ長いんですけども、これは何ですか。何かを知らせるためのライトです。バグバナナが運び込まれたのでしょうか。あー、なるほど、そういうのを知らせる灯台みたいな役割なのかな。上に何かありそうなので登ってみましょうか。パズルピース OK ちょっと目回るんだけど、これ皆さんは若干薄めで見ておいてください。 MK さんはもう若干目が回ってきておりますが、そしたら今度はこっち側か。こっちもなんかありそうだよ。こんにちは。あ、
またスイッチだ。待てよ待てよ、まずこっちだ。なんかありますか。はい、調べる。おお、ラビッツコング。あれは、ありったけのバナナを捧げることでバナナをたくさんもらえると信じているようです。あ、そういうなんか信仰みたいなのがあるんでしょうね。なるほど、そのバナナを食べた方が早いんじゃないかと思っちゃいますけどね。そしたら、あーここか。まあ、とりあえずやってみよう。緑をあげる。え、いや、これじゃ進めないよね。青をあげるのか。青をあげる。あ、待て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 、次赤だ。まずそこのスイッチを押さないといけないんだな。これで赤も押して、ここのスイッチを押しました。あー、なるほど、これまたむずいぞ。で、奥の方にもスイッチあるな。今度は黄色も押したいから、こいつをこうして、よし、ここのスイッチを押しました。あと一箇所。待てよ、左側だな。待って、こっちの奥にもなんかある、もしかして。こんにちは、バナナはいっぱい落ちてますけど、それだけ？え？ちょっと考えにくくない？もうちょっとなんかありそうじゃない？何かが見えるってだけかな？おー、まあ、なんかあれだね、景色がいいってだけかもしんない。そして、え？そこは？あー、こっちか。緑と赤。え？緑と赤？あー、まあいけなくもないか。赤を押して、ここで緑を押せばいいんだもんな。はい、これでこっち側のスイッチも押しました。橋は全部かかったので、あとは下げるとこ下げて、上げるとこ上げる。黄色と緑をどうにかしたいから、こうして黄色を踏まないように。ん？あ、黄色は踏むのか。だからこうして、あ、でこうと。うーわ、またいろいろ考えないといけないやつでした。はい、これでフィギュアをゲット。トロピカルホッパー、ありがとうございます。で、こっち側終わりかな？大丈夫？進んじゃうよ。もうなんもないよね。なんもないと思う。お、でかい DK バレルがありましたが、じゃあ、あ、こっち側行ったよね。正規ルートに戻りましょうか。矢印の通りに、ん？こっち行ったよね。もう訳わかんなくなってきたんだけど、マップが。ここは行ってる。戻って、あー、なるほどなるほど、あー、この通りですね。ここをまっすぐ行けば正規ルートと。こんにちは。お、なんかあるよ。ここ降りる、パズルピース。うわ、ちょっと分かりづらくなかった今の。はい、そして、うわー、バレルで飛んでいく。そしたら、お、またなんかあるな。これ何？スイッチ。おお、門がある。こんにちは。はあ、またもんだ。しかも何か腹立つ顔が書いてある。腹立つ顔かな。まあまあまあ、確かに変な顔ではあるけどね。横にトーテムがある。これをどうにかすれば開くのかな。うわ、真ん中の記号か。トーテムの前3つずつにあるのはボタン。押したらどうなるんでしょうか。まあ、ボタンっぽいね。いや、これでしょ、ヒントは。なんだか意味がありそうな絵ですね。トーテムのパーツと関係があるのかも。いや、関係ありまくるよ。まずはどっから行く？バツ印が書いてるやつと、あと、あ、矢印が書いてるやつが分かりやすいかも。目？ここの目をその形にするんじゃない？はい。オーケー。おお、炎をつくのか。それは分かりやすい。ありがとう。で、こっちの目はこれ。で、冠がこっちだからこれは合ってる。で、口がそれイコールってことは、口は合わせないといけないのか。こう。で、こっち側の口？もう、はい、そのびっくり顔みたいな、これにする。あて、まあ、それなんだ、上。あー、冠か。冠をこれじゃない、これでしょ。 OK、 きたー。結構シンプルなあれでしたね。よし、開いた。簡単簡単。まあ簡単でした。お、なんだ、なんかあるよ。わ、あっちになんか出た。あれもトーテムに関係した謎ですかね。うーわ、あれは全部の炎をつけないでってことでしょ。うーわ、待て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 、もう分かんなくなっちゃったよ、そんなの。この顔にして、目も外す、冠も外す。これとこれが一緒っていうのがダメって書いてあるから、これあえてそれにすんのか。こうして、目をこうして、で、冠と、あ、冠とぐちゃぐちゃ合わせちゃダメって書いてあるから、ここをあえて冠にすんだな。はい。あー、なるほど。で、これがついちゃうから、ここは完全にかわす。オッケー。いや、ちょっと今の難しかったな。最初のにすればいいっちゃいいんだけど、そんなのスクショとか撮ってないしね。で、
あーあれか、ボーナスステージ、よし頑張っていきましょう。今回もこういうのあるんですね。え、うわすげえ。そう、スーパードンキーコングもこんな感じなんですよ、ボーナスステージって。わかってるね。おーすげえファン要素。そして金の台座っていうのもね、ドンキーコングリターンズあたりから出てきた、あのドンキーコングのね難しいところは金味。あ、制限時間あるんじゃない。そう、制限時間あんのよ、ドンキーも。待てよ、んこれは、お、すげえ BGM が。おお、いや凝ってんな。でこうして、いや待って、めちゃくちゃドンキー好きな人作ってるねこれ。んーと、これを押すのかな、こう来て、こう来て、でこれなんだ、お、いいのかそれで。 よく分かってないけど、上に登る、制限時間あるよ。うんと、これを、あ、さらに、あ、これを上まで持ってくんだ結局。 OK、 分かった分かった分かった。でさらに上まで行って、これ押します。でこれを運んで、ここ運んで、どうよ、来た、よし、 OK、 いいね。これは何だろう、武器かな。おー、なんだろう。おー、あ、自撮り。いいね、それもね、あのクランキーの杖にスマホつけて自撮りしてる。ゴールドグルーパー、新しい武器ゲットすることができました。はい、じゃあバナナを拾って、え、あ、これで下に戻るのか、下にっていうか元に戻るんですね。おー、ちょっとボーナスステージ凝ってたね。スーパードンキーコングとか、あとドンキーコングリターンズとかやった人は若干今感動したんじゃないでしょうか。ということで、よーし行きましょうか。ドンキーもね、ちょっと今後実況いっぱいやりたいよね。そしたら、網が出てきましたが、ここ降りられるわけではないと。こっち側も降りれない。お、なんか調べれるよ。何やってんだ。食べ物で遊んではいけませんって。ずいぶん器用に皮を剥くね。全然見えてなかった。ほい、おお、あ、そういうことか。よくそんなうまく口に入るな。そして皮むけるな。そしたら、あ、なんかあるよ、また土管が。ここの土管を通ってどこにつながる。おーおーおお、結構遠くまで進んじゃっておりますが、さっきのラビッツたちを抜けて、うお、謎解き。もう今回めちゃくちゃ謎解き会だね。スイッチを押すのか結局。わかりました。まずは青を押す。で緑を押さないといけないんだけど、緑を押すためには、あー、わかったわかったわかった。こうして、こうして、こうでしょ。待て待て待て、押すのミスんな。オッケー、あ、待てよ、これ、あー、なるほど、こうして、こうして、これを押すんだな。オッケー。うーわ、むずいってやっぱり。はい、橋がちょっと出来上がった。そしたら今度、あ、赤を押せばもういけるよ。それ赤と緑か。ん、赤と青か。赤と青を押さないといけない。こう来て。あ、わかったわかった。あ、ミスったミスった。こう来て、こう来て、こうで赤を押せる。で、押して押して、で、青を押せると。よーし、いいねいいね、分かってきてるよ。はい、また橋が出てきまして、今度は黄色とピンク、黄色ピンクね。まずこれは合ってるな。こう来て黄色を押した。ピンクをこっからどうやって押すか、あ、分かったわ。うーわー、待って、すげえな、こういう仕組み考える人。このパズル考えるのすごくない、なんだかんだ。はい、これであと1個、ラストは赤と緑か。赤と緑ね。まずはこれ押して、いや、こういうパズル考える人すごいな。で、あー、分かった分かった。こう来て、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 こう、どうよ、素晴らしい。はい、なんとか橋をすべて、解禁することができました。で、奥のところからアイテムゲット。今回はアートか、ツイントーテムのアート発見しました。いや、結構さ、一個一個のこの仕組みが凝ってて、マップ探索だけでもめちゃくちゃ時間かかっちゃうね。よくダウンロードコンテンツこの、ボリュームでやるね。そしたらこの先、お、久しぶりのバトル。え、なんか色ついてるけど、ボスか。こんにちは。あ、誰かいる。あ、バグバナナじゃないこれ。バグバナナを食べてるね。あなたは誰。あー、いいなーって感じで見ておりますけども。あ、新しいやつだ。あ、食べる？バグバナナ。食べたいってよ、ジギーが。ああ、食べちゃった。なんだこいつ、見たことないぞ。うーん。あ、食べたいってほら、ジギーが。おー、ダメなんか。うーん。
指にフォーク刺さったよ今、大丈夫か。あ、逃げてきた逃げてきた逃げてきた笑ってるけど、お、なんだ、お、取られると思ってんのに取んない取んない取んない、バグバナナ取んないよ。あ、この鉄球で戦ってくださいと。お、え、マジ何もしてないじゃん、なんで戦うのなんかすげえサメみたいなあの着物というかね、服着てますけども。あ、あ、なるほど、ラビッツたちはあれでこう注意をそらしてバグバナナを勝手に食べようとしてんだな。うわー、出てきたよ。あ、食べてる食べてる勝手に食べてる。あ、騙されたね君ね後ろ閉じちゃったよ。うー、どこ行くどこ行くどこ行くの、隠れちゃった。あれ、寂しがり屋サイドアイなんだこのビビリ暴君ね、なんだ今のカットインは。あー、ちょっとビビってるってことはこれ逃げ回るってことか。そしてバグバナナはめちゃくちゃ取られちゃったね。その武器が気になるけど、なんだろう。とりあえずヒーローベースでお金貯めてる分買いましょうか。武器メニューからサブウェポンもあれだ、メインウェポンもいいの買ってるね。でこれは、あ、ダメージ変わらない。サブウェポンは、あ、これが強い。あ、中ボス相手にダメージアップ、いいですね。じゃあこのゴールドグルーパー使っていきましょう。でクランキーコングが、あー、買えない買えないか、まあまあまあしょうがないな。でスキルツリーは全員振ってる。あ、ちょっと貯めるって話になってるんだったっけ。あ、ドンキー溜まってるよ。あ、でも体力アップは3か。あ、でも移動マス増やすか、ありだね。よし、じゃあここ移動マス増やしてクランキー、まあこの辺りはちょっと体力と移動に振りたいんで貯めましょう。よし、行きますよ。じゃあ、バトルスタート。まずはドンキーで、どうしよっかな、これ持って攻撃でいける？ちょっと待てよ、左右にもいろいろいるんですよ。まずこいつらを倒した方がいいような気もするよね。じゃあこのジギーを持ち上げて、うーん、あ、これでさ、どこ、おっと、そうなんのか、なるほどなるほど、これでここまで来てあいつに投げるっていうのがいいかもしんないな。そうしようか、いや、これ、いや、ま、わあ、無理か、これ降りちゃ、なるほどね、降りて、うわー、でもここかもしれんな、ここだと 100% で当たるから、この辺だ。で、投げるのは、うわ、投げる範囲もあんのかい。そしたらここで投げていくと、どれくらい食らうんだろう。はい、じゃあ君、投げられてくれ。いや、ドンキー壁登れるのめちゃくちゃ強くない壁無視できるんだけど、ドンキーコング。で、これで、はい、タンポポなんとかライドでこっちまで来て投げる。おお、バレーボールみたい。20しか食らわないか。まあまあまあ、多少はしゃあねえな。で、ここまで来たら、スーベニアトリプルで当てましょう。よし、行くぞ。まず手前、奥、奥、よし、オッケー。いや、ドンキーのこのワイルドなアクションいいね。なんだ何してくるんだ、逃げたぞ。え、あ、でも寄ってきてくれた、逆に。それはありがたいね。そしたら、ワイルドウォッチは使っておきまして、ドンキーは一旦待機だな。で、君、スライディングを入れて、これさ、近くの方がダメージ食らうよね。そうしよっか。スライディング入れて、いや、待てよ。これ、先に眠らせるか？眠らせたら動かないんじゃない？いや、動くかな。とりあえずロングストーリーだ。はい、これを打って相手が眠る。で、眠ってる間に、君、ゴールドグルーパーで攻撃するのが一番いいよね。よし、ゴールドグルーパーやっちゃってください。中ボスに対して威力アップなんで結構食らってくれると思います。64、これ起きる、起き、あ、なるほど、起きるので一旦かかってるから移動はなかったと。でスライディングして、ちょっと待てよ、スライディングもう一発いけるんだけど、んー、どうしようもないからとりあえずこの辺隠れとこうか。で回復もまだしなくていいからシールドだけ念のため打っといて、よし、こんな感じでいいでしょう。で、はい、ラビッツクランキーね、ラビッツクランキー、まずスライディングでチームジャンプでまたダメージ与えたいね、ここ。はい、チームジャンプでさらに30食らわす。はい、スライディングからのチームジャンプ、下打ち、オッケー。お、アイス食らうじゃん、ナイス。で、コンスタ、あ、これインク食らったら超でかいんだけど。あ、インクは無理か。まあ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 、アイスだったからいいとしましょう。で、逃げるよね、そうだよね。どこ逃げる？うーわ、また、厄介なとこまで逃げたな。はい、そして敵のターンがやってきました。え、届くのそれ。うっそ、やば、そんな遠くてもいいの君。で、はい、動いてくるけど、君動かない、これ。移動してほしい。移動してほしい。君、移動して、オッケー。あれ今、あれなんであれ入んなかった今、ドンキーの。あれ今、ドンキーの、
ヒーローサイトみたいなの入ったと思ったんだけど、あ、これ入るな。うわー、でもだったらその下のやつに行きたかったな。おお、強い。そこトリプルなんだ、ありがたいねそこトリプル行ってくれるんだ。そしたらこれ中ボスさえ倒せばいいから、あと無視でいいと思う。まあスライディング待てよ。これチームジャンプで上行ける？あ、行けねえか。上はいけないのね。チームジャンプでとりあえず、まあ移動できるとこまで移動する。はい、こう来て、こう。で、ここから、ジャングルクイーンを撃ちたい気持ちはあるよ、もちろんね。あ、これあれか。ジギーに対してアップなんか。こいつジギー？ホッパー？あ、ジギーだ。ジギーに対してアップなんだけども、こいつ優先でいいと思うから、ジャングルクイーンここで、いや、待て。先にドンキーかもしれないな。ドンキーで行って、いや。またこれ微妙な話になってくるんだけど、これさ、中ボス投げれんの？投げれない。中ボスは投げれないんだな。バウンスを引っ張って、これ投げた方がダメージ、いやー変わんねえのかな。これ投げた方がダメージ高いと思うんだよ。これでいきます。でここに投げる。はい、ドンキーさん。いや、ドンキーのこのさ、移動のしやすさやばくない？で、これバウンス入るから、多分アウトボーナスいくと、うーわ、突っかかったか。ちょっとアウトボーナスは入んなかったけども、スーベニア、ちょっと待てよ。マグネットグルーブで引き寄せて、ジギーザッパーの方がいいか。ちょっとマグネットグルーブ使うね。これさ、どう、あー、オッケーオッケーオッケー。そっち行ってくれたか。ナイス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 。これで、いや、めちゃくちゃ踊ってる。楽しそうだね。で、ここで、ジギーザッパーか。これを、使って、あ、倒しきれんのかな。いくよ。おら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 、オッケーで、どこまで逃げるかなんだよ、この敵が。オッケー、倒した。君あんま逃げないでほしいんだけど、ラビッツピーチの範囲内くらいにいてほしい。うーわ、ラビッツピーチ移動させたのミスった。あー、なるほどね。まあしゃあねしゃあね。あと68だったらなんとかなんねえか。こう来てさ、ほい、こっからさ68、あー、あ、行ったよね。コンストラクションで勝ったよね。ドン、オッケー、おお、消えた。あ、え、ただのラビッツだった。あ、君あれだ、監督、一番最初にいたラビッツだ。タイム選択機に巻き込まれた。ああ、あれだ、あのスポーニーのあれで合体しちゃってたんだね、ビームで。あればっかり言っちゃってるけども、なるほど。行く手を遮るハテナ、まあ、遮ってはいなかったもんね。そして8ターン以内にクリアのところ2ターンでやることができました。お、なんだ、あ、プラス2。そしてヒーローベースには新たな武器が追加。ありがとうございます。そしたらまだまだ進みたいところではありますけども、一旦ちょっと武器とか調整しようか。結構、うわ、なんだこれ、受話器。ファイヤーかバウンス？バウンスでしょ。はい。うわ、なんだこれ、濃い。カープ。で、サブウェポンも強いやつあるから、これもバウンスがジギーかスマッシャーか？スマッシャーでしょ。はい、これにして、うーわー、そうすると今度他のが買えなくなっちゃうんだけど、まあまあまあしゃあねえな。で、スキルツリー振りましょう。ドンキーはちょっと一旦待機でいいかもな。待って待って待って、ラビッツピーチが体力振れるね、ありがとう。はい、これ振って、で、ラビッツクランキーは移動範囲を振りますと。よし、まずここ優先ですから、やっぱり。で、ドンキーはちょっとあと1あれば体力増やせるんで、ここまで待機。よーし、そしたら土管通って次のエリアに行きたいところではありますが、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。よーし、じゃあ次回はこの土管を通ってね、さらに奥まで進んでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。